では問題、どの歯を抜いて前歯を後ろに下げたでしょうか。これこれ今回特に注目してもらいたいのは前歯の引っ込み具合です。この後めちゃめちゃ動いていきます。約2年の治療で骨格ごと劇的に改善し、さらにハッピーなことまでありましたので、後半で紹介したいと思います。ぜひ保存と祝福コメントをよろしくお願いします。前歯を5ミリ以上下げなければいけないときは、残念ながら歯を抜かなければいけません。抜かずに治療しようとした場合は最悪後悔するような結果になることもあります。抜いてできたスペースを利用して少しずつ歯を後ろに下げていきます。透明なマウスピースのインベザラインで治療していきましたので、周りにもバレずに治療が進んでいきました。だんだん前歯の歯茎が骨格ごと引っ込んできたの分かりますか。こちらの方ですが、歯並びが綺麗になるにつれて少しずつ自信もついてきて、性格も明るくなっていきました。治療が終わる頃にはなんと初めての彼氏ができました。矯正治療で人生が変わることはいっぱいあります。もし迷っている方がご覧になっているのであれば、背中を押してあげたいです。今治療されている方はきっと終わったらいいことがありますので、もう少し頑張ってください。ちなみに問題の正解はここでした。